陸上、日本選手権最終日男子100メートル決勝、30日、新潟市、電化ビッグスワンスタジアム。男子100メートル決勝が行われ、坂井隆一郎、26、大阪ガス、が10秒13、マイナス0.2、で大会2連覇を達成した。パリ五輪参加標準記録、10秒00、には届かなかったが、 初の五輪代表に望みをつないだ。準決勝で全体2位の東田大博28、関勝商治、が10秒14で2位。世界陸上代表の柳田博樹、20、東洋大、は10秒14も金差、0秒005差、の3位となり、レース後に頭を抱えるシーンも見られた。28、日本生命、 は10秒26で5位。決勝は第4レーンの坂井は、得意のスタートで前に出ると柳田とほぼ横一線で加速し、最後は追い込んできた東田と3人がほぼ同時にゴール。フィニッシュ後しばらく結果待ちとなったが、優勝者がアナウンスされた瞬間、坂井は喜びを爆発させ力強くガッツポーズを見せた。レース後、坂井は、タイムは狙っていたが、 接戦の中で勝ち切れたのは良かったと思っています。ワールドランキングはギリギリなので、五輪出場は、わからないですが、今よりももっと頑張っていきたいと思いますとコメント。日本選手権での連覇はコーチでもある江口正史氏、9から12年、以来、若い世代もいる中で自分もその勢いに負けないように、 もっともっと引っ張っていけるような存在にやりたいと思いながらここまでやってきたので、それがこの2年間というところにつながったんじゃないかなと思いますと2年連続の優勝をかみしめた。男子100メートル結果、1位、坂井隆一郎10秒13。2位、東田大広10秒14。3位、柳田広樹10秒14。4位、デーデーブルーの10秒25。 5位、桐流よ秀で10秒26。